えー、こんにちはこんばんは、三浦ですということで、今日もよろしくお願いします。えー、っと、先ほど、えー、リーグワン、残り3節の、そうですね、あの、しょっぱな。 の試合であるナイターですね4月7日19時サンゴリアスコベルコスティーラーズのメンバー発表があったので、えー、とそれを見てまた一人座談会をしていければなと思いますよろしくお願いします、えー、と残り3節ですねもう本当に一節一節もちろん今までの試合も大事なんですがあの一試合一試合で本当に順位がもう本当変わるんで あのもう皆さん、も一試合も気を抜かずにですね応援していきましょうということと、やっぱね、泣いたいいっすよね、あー19日、あじゃあ、4月7日、実は夜あの、1個入ってたんですけど、先ほどずらしたと <laughs> ああいうところで,、えー、で、ちなみに土曜日が、今回、土曜日多いんだよな、試合、えー、っとそう土曜日4試合の、えー、っと日曜日1試合ということになりますねで、土曜日がスピアーズ、ライナーズ。 ベ、えー、ルブイッツ、ダイナボアーズ、ワイドナイツ、ブラックラムス、メイさん、あこの前も、ね、気合入ってましたね、ブルーレブズ、ブレイブルーパス、あれちょっとか、そうだねあの、もう本当にここら辺リアルタイムで、ね、うん、1>, 1時間違いなんで,、えーでえーと、グリーンロケッツ、キャノン、イーグルスということになります。で、えー、とメンバー発表出たのは当然、えー、サンゴリアス、コベリコス・ティーラスだけなんですが、えー、とこれ僕、他の動画でもお伝えしたんですけど、えー、正直、 スティーラーズがこのまんまで終わるとは思えないんですよね、本当に。なので、えーっとまあ、ちょっとライナーズとの、えー、っと大阪対決というか、近畿対決以外で、ですねこのサンゴリアスとそのイーグルスの,この格上、僕、どっちか食るんじゃねえかなって。 結構思ってるんですよね、えー、と本当にスティーラーズなかなか調子上がらない中ですねあーでも、なんとかあの本当にギリギリやってるのとあと,あ,あ,あとでお伝えしますが結構メンバーも帰ってくるんでねあーちょっと僕はすいません何度も言いますがリーグワンに関しては結構方眼ビーきなんでスティーラーズをがっつり一君と応援しようかなと思います。 えーっとと秩父宮ですね、秩父宮泣いた、最高ですね。あということで、19時楽しんでいきましょう、えーで。メンバーはサンゴリアスに関しては、キャプテンが堀越選手ですね、うん、森川選手、堀越選手、柿永選手、でちょっと三浦、今、要注目している小林る選手、今回もスタメン入って、ちょっと嬉しいなとああいうところと、ハリー・ホッ,ホッキングスって、ちょっと外してましたっけそんなことねえか。もう ててかすげえ出てんの <laughs> あーな何を勘違いしてたんだろう。えー、っとでトム・サンダースが久しぶりなんじゃないでしょうかっていうか初か今期今期初かはは二29歳。 1 9 0ンチ、1 1 0キロ楽しみにしましょう。で、橋本龍河選手が7番と、で、手びたたふ、で、斉藤直人、アールクルーで、手びたり、中村亮と、中野翔吾、尾崎誠也、松島幸太郎、いやー、もうバッチリですね。あもうバイウィーク明け、<laughs> バッチリだろうと。 いうとところとリザーブが中村俊太選手、石原慎太郎選手、岩井原選手、ついヘ,ヘンドリックがリザーブか、飯野選手、ここ最近結構ねスタメンとかあのリザーブ硬いですよねで、大越元気選手、名谷選手はどうしたんだろうな、怪我かな、あな大越選手が調子いいってことかな、あ田村光選手の尾崎大河選手と。 いうことでまあ相変わらず強いですよね、あ相変わらず軟弱な感じはするんですが、ちょっとねベルブイッツに負けたりとか、あのーまあ、最初の方ですけど、スピアーズに負けたりとか、なんかワイドナイツよりはなんか隙があるから、スティーラーズいける可能性全然あるんじゃないかなと思いますね。ねなんと言っても、ねえー、結構 メンバー戻ってきてますよね。石玲選手、松岡選手、山下選手、チャンソクファン、ジェラードカウリーとト,トゥイオイティ、トゥイオイティ、難しいですね。で、今村宝選手が久しぶりかな。 うーんと今村選手は、あでも、すみません、ちょっと忘れてますね、ちょっと、結構出てるか、13、12、11、19、18、出てるか、ごめんなさい、なんだろう、久しぶりだと思っちゃった。で、橋本ひかるキャプテン、沢巻穴巻ナンバー8、帰ってきたぞ、リー・スシン。 うん、やっぱね、リー・スー・シンいないと、えー。で、中島大輝選手の、えー、中島大輝選手だっけ、どっちだっけな、中島大輝選手ですね、中島選手が、なんとなくトライ取るんですよね、中島選手。で、リー・スー・シンがやっぱ戻ってくるとね、心強いったら、ねもう数年前まではもう、<laughs> なんで日本代、とっと,とく日本代表いるろなんて言ってましたが今となってはもう <laughs> その、おかえり貫禄みたいな。 あで楽屋選手も開けたのか、あ楽屋選手あ、いいっすねであの、ラファエレがずっとちょっと、まあ、慣れないってことはないと思うんですけど、やっぱ本職なんでね、センター。うん、で、バックマンとラファエレあ、この短いパスがつなげば、オフロードがつなげば、で、あたあた、うん、あたあたなんだかんだコンスタントにあのパフォーマンス出してるんで、で、今もう、なんかつ髪がかちょっと若干、かみがかってる山中亮平選手、いいじゃないですか、めちゃめちゃ。 で、えー、とリザーブメンバーも、えー、とワン選手だっけ、選手ワン選手だよね、えーと、大阪体育大と、うん、朝家高校から、朝家ね、結構留学制度やってるんですよね、で山本選手いや、前田翔選手、小滝選手、ティエナン・コストリーの徳田健太選手、ボーディン・ワッカー、なんでみんなワッカー出さねえんだって散々言ってたけど。 あのー、徐々に、うん、ちょっとここは空いてますよね、結構空いてたな、あ輪っか、でもリザーブと、で松永貫太選手、じゃじゃんとういうことですね、あ第7節から結構空きましたね、あ松永貫太選手、ボール持てば必ず何かやるということで、いや、あのー、本当にも,とちもちろんランキング的にはサングラスが上で、なかなか調子が上がらない、あのー スティー,ラーズなんですがすみません冒頭でお伝えした通りこれ、結構僕みんなに言っちゃってるんですよね、このまんまスティーラーズが終わるわけねえというところに関して、あのー、この3節、えー得意えー、イーグルスか今回のサンゴリアスでちょっと白星期待したいですね。 できなくなくいと思うんですよねこの2週間でどういう準備をしてまあでもねそういう意味では当然サンゴリアスも準備をしてきてるわけでうーんうん頑張る神戸だななんとなくうんここで勝ったらまた面白くなるような気がしますということで私的にはですね、えー、っとやっぱ小林航選手はあの時の動画で言ったから あ森川選手、ちょっとやっぱ注目選手かな、あやっぱ一番日本代表の一番にやっぱ食い込めるせ、何と言ってもディフェンス半端ないですしね、森川選手かな、あこっちの注目選手、僕は。あであの、もう、どう考えてもスティーラーズはリース・スーシンだと思います、もう本当にあの怪我明けどうなのかというところで、ですね、えー、とどんな戦いになるのか、すみません、1試合だけなんですが。 繰り返しになりますが、えっ、ー、と、サンゴリアス、当然優勢と、あなんですけど、神戸、スティーラーズがリーグワン2年目でこのまま終わるわけねえというところを期待しててですね、あのー、ジャイキリという表現は使いません。えっ、ー、と、スティーラーズの勝利を僕は期待してですね、ナイターをちょっと楽しもうかなと思います。ということで、えっ、ー、と、リーグワン第3節、あ、じゃあ残り3節、始まります。また明日メンバー発表を楽しみましょう。それでは、